アメリカ空軍の F-22 戦闘機ラプターが28発の空対空ミサイルを一度に搭載ミサイル発射を可能にしたとの情報をキャッチしました。今回はこの F-22 戦闘機に28発の空対空ミサイルを搭載を詳しく見ていきますね。今までのステルス機の考え方が変わるかも。世界初のいわゆる第5世代戦闘機としてその名を知られるアメリカ空軍の F-22 ラプター戦闘機が2022年9月にアメリカ本土のフロリダ州のティンダル空軍基地で行われた訓練において兵装の最大搭載量を更新したことが報じられた。これはティンダル空軍基地において実施された WSEP ウェポンシステムエバリュエーション2212と呼ばれている催しの中の出来事で、アメリカ空軍第94飛行隊所属の F-22 ラプター戦闘機が実現したものとされる。そこで、今回件の F-22 ラプターは、合計で28発もの空対空ミサイルを一度に搭載し、単にそれらを搭載したに止まらず、そのすべてを発射することに成功し、かつこれらに加えて、20ミリ、バルカン砲の実弾射撃も同時に行ったという。これまでの F-22 ラプターにおける兵装搭載量の最大の記録は空対空ミサイル22発であったため、今回の WSEP ウェポンシステムエバリュエーション2212では、その記録を6発も上回ることを実現したこととなった。ただし、残念なことに、アメリカ空軍からは、今回の F-22 ラプターの画像等は一切公開されておらず、ただ、28発の空対空ミサイルを搭載、そのすべてを見さしたとの言葉のみでの報告が行われているため、どのような状態だったのかは全くわからない。現在、アメリカや日本を含む、その同盟国の多数で採用されている F-35 ライトニングにも、ビーストモードと称される兵装をこれでもかと搭載した仕様が公開されたこともあったが、差し詰めのその F-22 ラプター版だと考えてよいのだろう。今回 F-22 ラプターに搭載された28発もの空対空ミサイルは、アメリカ空軍の調達価格にして、合計でおよそ1400万ドル、今の為替レートなら、およそ21億円にも相当する額であり、それを実際に発射しているということにも驚かされる。今回の WSEP ウェポンシステムエバリュエーション2212は、およそ2週間に及ぶ期間の中で、実際の戦時を想定して、動員可能な機体数、整備要員、搭乗者の存亡までも織り込んで、重兵装を施した場合の運用をテストしたとされる。しかし、前述したような F-35 ライトニング2のビーストモードや、今回の F-22 ラプターへの28発もの空対空ミサイルの搭載とは、これらいわゆる第5世代戦闘機が、最も、その存在価値を発揮し得る、高度なステルス性能を打ち捨てることが前提だ。そのため、個人的には、アメリカ空軍が、何を最終的な目標として、ステルス性能を度外視した重兵装を施した運用をテストしているのかということの方に、それを行った事実よりも興味を惹かれるのだが、その意図はよくわからない。そうしたステルス性能を無視した重兵装が可能な場合というのは、敵側の防空システムがほとんど存在しない状況下しか考えられないと思えるため、すでに初動の攻撃でその状態を作り出した後か、もともと存在しないかのどちらかしかありえないだろう。それを考慮すれば、そうした状況下ならば、第 F-22 ラプターを用いずとも、既存の第4世代戦闘機の F-15 イーグル戦闘機等で、十二分に代替が可能な任務にも思え、
配備数も少ない F-22 ラプターを投入する利点は薄いとしか感じられない。まあ、世界最強の軍事力を誇るアメリカにとっては、いかなる状況、体制下でも、高い攻撃能力を現有する戦力で発揮することに意義を見出そうとしているのかもしれないが、あまり軍事的な合理性のある取り組みには見えない感は否めない。さて、F-22 ラプターだが、本来的な運用を行う観点からすれば、その最大の特徴であるステルス性能を発揮させるには、胴体内に設けられた側面に2箇所、下面に1箇所の合計3箇所のウェポンベイに、すべての兵装を収容する仕様となっている。そして、これらの3箇所のウェポンベイとは別に、今回のテストでも、ミシャが行われた、ゼネラルエレクトリック社製のバルカン砲である M61A に機関砲も搭載しており、こちらも、ステルス性能の向上のため、未使用時には、発射口は閉鎖されている。F-22 ラプターが搭載する M61A に機関砲の装弾数は、最大で480発ほどと見られているが、6つの砲身を持つこの 20mm、口径のバルカン砲は、1950年代に開発されたものであり、第5世代戦闘機であっても、未だ装備している点が興味深い。一応、未だに F-22 ラプターは、星空戦闘機として、敵の航空機と、それを用いた対空戦闘を行うことを想定しているという章であり、今や、空対空ミサイル前世と思われる現代であっても、格闘戦における有視界戦闘能力を残しているのが、何とも言えない。このあたりは、ベトナム戦争時に、当時装備され始めた短距離空対空ミサイルをもって、これからの戦闘機は、機関砲など不要と考え、その装備を行わなかったことで、北ベトナム軍の MIG-19 等に苦戦を強いられた苦い経験が尾を引いているのかもしれない。F-22 ラプターのウェポンベイは、まず、胴体の空気取り入れ口の側面の左右に、各一つずつ、合計で2箇所が備えられており、短距離用の空対空ミサイルである、AIM-9Lm、もしくは、AIM-9X 等のサイドワインダー系の兵装を、合計で2発搭載することができる。ただし、これらサイドワインダー系の短距離空対空ミサイルを発射する場合、ウェポンウェイの扉を開放して、誘導装置を機外に出す必要が生じてしまうため、F-22 ラプターの機体としてのステルス性能は、大幅に低下することが避けられない。このため、アメリカ空軍では、通常時には、F-22 ラプターに、サイドワインダー系の短距離空対空ミサイルを搭載する運用は、行われておらず、そもそも、こうした兵装を使用する、空対空戦闘が正規すること自体が、F-22 ラプターにとっては少ないと考えられている。そこで、F-22 ラプター場合、通常の運用時に主力となるのは、胴体の下面に設けられた、ウェポンベイ内の兵装であり、ここに、中距離向けの空対空ミサイルである、AIM-120A-B ならば、4発、F-22 用に開発が行われた、AIM-120C ならば、6発を搭載することが可能である。AIM-120A-B は、通称アムラームとして知られている中距離空対空ミサイルであり、1991年からアメリカ空軍では実戦配備されており、今はアメリカの軍需企業大手レイセオンテクノジーズ社が製造を行っている。この AIM-120A-B はいわゆるファイヤー&フォーゲット機能を備えているため、発射後に母体である航空機の回避行動が容易になったことで、その生存性の向上を飛躍的に高め、今のアメリカ空軍の主力の中距離空対空ミサイルとなっている。最新型の AIM-120D 型は、アメリカ海軍で、
2015年に初期作戦能力の獲得が宣言されており、その最大の射程距離はおよそ 1800km まで延伸され、初期のものと比較した場合に、これは3倍以上にまで達したという状態である。ここまで述べてきたように、F-22 ラプターは、兵装のすべてをウェポンベイ内に収容する場合には、最大で短距離空対空ミサイルが2発、中距離空対空ミサイルが6発の合計8発の搭載が最大数であり、今回の28発がいかに多いかは言うまでもない。F-22 ラプターの大元の仕様としては、ステルス性を損なうことを前提とするならば、主翼の下面に、AIM-120 系の中距離空対空ミサイルを合計で8発喧嘩することも可能だが、これとウェポンベイ内を合わせても16発にしか届かない。したがって、いかにして28発ものミサイルを発射可能な状態とできたのか疑問は尽きないが、アメリカ空軍が何らかの機会にその実際の画像を公開してれない限り、この疑問が解けることはないというのが実情であろう。